はい、今回はパズドラ Z をやっていきたいと思います。で、最初にねガチャをやっていきたいと思います。今回は何が当たるか。一応ね今日は土曜日なので結構エナジースポットの森がね結構できるので、ちょっとねお金をたくさん集めて、なんかな、25万まで集めて50連やりたいと思います。確か50連だと思うんですけど、光か、まあいいや。で、今回はこのアバロンエリアのなんと最後の魔女アバロンですね。ここに行きたいと思います。お、すごっ、何これ。おーお、なんだこれ。やばい、なんか強そうだな。まあ一応この頃言ってるのがこれなので、これでいきたいと思います。で、この鬼車でいきたいと思います。じゃあ行こう。いや、勝てるかな。ちょっと強そうだもん、ほんと絶対やばいよこれ。ほんとやばいもんこれ。これまずこっち入らんだ、倒したいな。よし、お、意外と柔らかい。まあ油断してはいけない。水だと思った。まあまだ大丈夫だね。あと2ターン。おお、結構いくね、コンボ。よし、アゴン倒した。まあこれはね、どっちでもいいです。もうなんか、一番簡単の、水か、水か火。まあ、水だな。ちょっと火は消したくないからね。僕のパーティーに結構火がね、あるので、水を消した方が多分簡単かなと思った。全体攻撃だけど、光がいないから意味ない。こっちかな。お、結構今回コンボするね。これ多分一発かも。よし。じゃあ次は。どうしよう。あ、うわ、届かない。お、結構強いぞこれ。溜める、まだ大丈夫だ。これは、あー、横ができなかった。だけど、まあ、一応、コンボは行ったから、倒したな。よーし。お、また来たな。これはね、どうすればいいんだ？じゃあこれでいってるけど。あー、倒さないな、多分。あー、残った、やばい。あ、大丈夫。光が、
よし、間に合った、よかった。まあ、これで倒したね。次は VS。 おお、なんか強っ。ああ、落ち込んこないか。だけど、まあ、勝てるね。よし、ガルムット。次は、こうで。あー、やば、光忘れちゃった。光忘れた。次、非タイプか。まあ、これは右行きたい。あ、右だ。あー、うわー、これ強いな。おっ、6000も食らうんだ。よし、倒した。ギリギリだったけど。なんだろう、スキルプ。あー、もうマックスだよ。で、落ち込んだ。いやー、すごいな。残ったか。まあ大丈夫だ。おお、8コンボもいった。だけどこういうのがね、ボス戦できてほしいんだよ。次がボスだけど。多分、あ、そうだ。誰だ？エニグマ。まあ、なんでもいいか。なんだろう。ボス。お。カトブレパス。あと、ブレパス。まあ、これはね、バーニングブレスで、いけるんじゃない？まあ、いけると思う。さらに、バーニングブレス。ちょっと火がないから残念だな。おお、よし、オッケー。あ、意外といいコンボだった。まあ、これで倒した。よし。
よし。もうすぐです。すべての材料が集まるんだって。セーブ中です。きっと、なんか蓋、次多分水タイプ来るな。水タイプでもまだ大丈夫かな。まだ行こう、これで。問題なのはこっちなんだよな。いない。まあ、いや、もうこれで行こう。行け。ほら、やっぱ来た。こっちやばい。火が3体もいるもん。火が3体もいる。どうしよう。絶対倒せないじゃん。ほら。ちょっと強いね。お、光ギリギリ。やばいよ、これ。あ、なんだ、弱い。まあ、これは貴族性で、どんどん行けば、行けるかな。これは左。闇か、よし。おお、やった。光入った。あ、光じゃなくて木。あー、木作りたいけどな。うわぁ、ギリギリじゃん。よし、倒した。宝箱は ?6 個か。なんだろう、1000か。全体攻撃。火でこんだけか。うわ。またかよ。お、落とした、落とした、やったねー、落としたよ。あー、下手なプレイはまだ続く。あー、
やった、あ、ザブリオンか。進化前か。あ、なにこれ。お、結構いったね。残念。水じゃなくて木が少なかった。あー、これで火いって。頼む。あと水も。お、落とした。なんだろうこれ。ティーチのチップ。今はいらない。次は、あーもう無理だ。おー、よかった。あれ？何このコンボ？よし！いいぞこれ。すごい。意外といい、良かった。コンボが。うわ、闇がないのかよ。まあ、いや、もう、あ、木か。これでいいよ。なんだこのコンボは。あ、次光か、よかった。光ならねちょっと大丈夫だ。お、落とした。やったね、霧雨のチップ。どうしよう。このパーティーはね、木と火と水だけなんですよね、ほんと。少なすぎる。まあ、これで倒した。お、ボス戦。5000、まあいいよ、なんでもいいか。誰だろう。あ、ヴァンパイアロードか。まあ、これはもうスキルを使っていこう。木ドロップがね、結構あるので。
あれ？お、すごい強っ、やばいよ。お、よかった。ま、これはもう勝ったね。バーニングブレスで、うわ強っ。これ15万とかあるでしょ。やっぱ15万はあるな。まあ大丈夫、勝てない相手ではない。8コンボ勝ったセーブ中。お、ボス四天竜の祭壇。いや、これ多分闇だな。光持っていこう。これでいきたいと思います。ちょっとモンスターボックスで光いないのかな。光、あ、そう、これちょっと進化させました。ドラゴンパラディンに入りました。電流タイプの味方のね、攻撃と体力が 1.5 倍、結構強い。それより光がなー、いないんだよな。ちょっとね、攻撃力が弱い。もうナーガでいこう。もうこれでいきます。来い、頼む。あー、来ない。いや、どうしよう。これでいこうかな。あ、嫌だ。いや、やめとこう。まあ、ここは貴族生でいこうかな。貴族生だ。せっかくいるからね。よし、これで勝つ。やっぱ来ると思った。この弱点な貴族制パーティー。キドロップがないときはね、本当にね、攻撃がね、できなくて本当に辛い。だけどね、意外と使えるんですよね。この貴族制パーティー。まあこれはね、ああ、せっかく避けようと思ったのに。間に合わない。ほら、こういう時にね、やばい。超たくさん木をね、呼びたい。ああ、お、結構いいよ、これ。よし。この VS は強いかな。ほら、やっぱ。まあ、大丈夫。ちょうどね、木があったから、木ドロップが。
で、相手は水だからね。お、霧雨か。おお。倒した。よし。また VS。全然コンボができてない。お、闇ばっかじゃん。よし、気が落ちてきた。ギリギリ。やばい、ガードブレイクか。よし、倒した。やばい、これはちょっとね、これでも使おう。あと、うん、ハートチェンジだな。よし。よし、いいぞ。ここでね、スキルがね、マックスになればいいんだけど。あー、Z ドロップか。ちょっと貯めないとな。ボス戦用のために。まあ、ここはね、水タイプだから。ここでも貯めれるね。まあ行こう。まあ貯めれるけど、ちょっと攻撃がな、高い。まだ貯めよっかな。ああ、これで倒した。まあいいや。次はまあ貯まるね、多分。よし。お、いいぞ、これ。一発でいった。よかった。ボス戦。誰だろう。うわ、来ちゃったよ、もうボス。やばい、気になるな。お、来た、ドグマ。絶対勝つぞ。ドグマ。
なんだこのモンスター、なんだこのモンスター、うわなんだこれ、なんだろう、あーなんだろう、ロジカル5、さっぱりわかんない。なんかこの人たち初めてなんか登場したね。うわなんだこれ、ほんとわかんないんだけど。それより話が長いね。お、来た。四天竜アークベルザー。うわこいつかよ、なんか強いなこいつ。今回じゃなくて、この盤面はスキル、使おう。ウッドアップなんとか。ウッドアップ台だ。よし、これで、どこまでいけるんだ。あれ？え、一発？あれ？攻撃も見ないでなんか終わっちゃったんだけど。やっぱね、思ったよ。絶対これで終わるとは思わなかった。多分他のモンスターとか来るんじゃないの？俺はついに神になるぜ。だって。あ、ははーのはこのエニグマって、いい人なのか悪い人なのかわかんないまだ。まあ、一応ね、まだなんか悪い人に見えるけど。まだわからないな。おお、なんだこれ、究極進化？前職か。うわすごいモンスターになった。わかんないなぁ。すごっ。
ほいな、このモンスター。お、こっちも強くなったぞ。ゼルクレア。倒せ。これで終わりかな？おい？ウルティメイトエニグマ。え？え、たくさんあるじゃん。まず水、ちょっと待って。ちょっと水から倒そう。やば、ここで多分倒されるかも。あ、やば、全然できないじゃん。お、よかった。あ、やばいやばい。これやばいよ、これ。よし、一体倒した。ギガボルトブレス。やばいやばい。よし、倒した。次は、あ、やばい、これ倒される。やばい、やばい、やばいよ、これ。あ、やばい、これ。やばい、ほんと、やばい、やばい。あれ？また戻ったじゃん。やばい、ほんと、これ、やばい。やばい、これ回復全然足りてない。ギガボルトブレス。どんだけ強いんだよ、これは。ああ、またじゃん。これ多分ね、この真ん中倒さないといけないんだよ。だけど、ちょっとこれをやられると、絶対倒す。あ。これやばいじゃん、これ。終わった。わかんないんだけど、ほんと。
はい、終わりました。連続攻撃全滅しました。本当にすいませんね。本当にちょっと弱いので、弱いっていうかパズルがね、うまくないのでね。どうなるんだろう、また最初からか。そうだ、まあ今回はこれここまでにしたいと思います。ちょっと次回あそこをねまた挑戦したいと思います。ということで見てくれてありがとうございます。あとチャンネル登録もお願いします。ではさよならー。